富雄ですが、しかしなんとか2回はそのピンチを乗り切りました。3回の表、富樫野から始まります。佐々さん、野村監督にいろいろこう話を聞いているときにですね、はい、西武ライオンズ球場、雨で中止になった日に、その時に野村監督、その自分の名前を書く前に念ずれば花開くという言葉を残したんですけどもね、今の心境らしいですね。そうですか。はい、寒かったです。寒かったですか。今日は暖かいですね、ぽかぽか陽気で巡らしているんでしょ、短期決戦だけに。やはり1年間選手が頑張ってくれてリーグ優勝して、この晴れの舞台ですから、はい、なんとか選手にいい仕事をさせてやりたいな、いい結果を出させてやりたいなという気持ちが強かったですね。一言によりますと、去年の広島のピッチャー陣は何やらこの投げ切ってマウンドから降りてくるときに目に熱いものをためながらベンチに戻ったと思ったんですが、石毛のこのエラーです。エラーがつきました。鋭い。なんか今もこう、まあ、予行演習みたいな反省をしていましたけどもね。2戦3戦とね、ほとんどやる手がなかったですからね、今日はねかなりやっぱり荒く、勢いよくねやった方がいいと思いますね。ランナー走った。さあキャッチャー伊藤から送球でタッチアウト。大見さんのその言葉に触発されたがすぐに走ったんですけどもね、タッチアウトですよ。どうでしょう、スタートのこの切り具合は。まあ、単独スチールみたいな形でスタート切ってますけど、今のエバースのやつはやっぱり単独でしょうね。まだ狙い単独でしたらね、小町のという選手はね、2、3歩そのスタートが遅いんですよね。そうですね。考えてもよかったんじゃないかなと思うんですね。はい、ないけど動きづらいピッチャーですよ。いつねストライクを放ってくるときも放ってこないし。さあまたフォアボールです。この辺でこうスタートをしてた方がいいと思うんですよね。さあバッターボックスは荒井。先ほどライト線、まあ、清原とグラブをかすめる飯田の足と渡辺富雄、伊藤のこのバッテリー間の戦いが、スタート切りません。なるほどね。そういう狙いもあるから、ここはねリーダー走った方がいいですね。アウトカーから足が出るとね、大きいちっちゃい判断するんですよね。はい、アウトカーから右足出ませんよね。そうですね、一つの目安はそこなんですよね。はははは。よくご承知の東尾さんですから、ゴミが落ちてるところは知ってますからね。そうですか。いいですね。確かにそうですね。去年も右足には人工芝、右足をかけろという指示は私は出しましたね。そうですか。持ってますから結構帰る準備はできてるわけですよ。リードオフの狭い選手というのは二塁行く気持ちの方が強いから、かえって逆を使われてアウトになることが多いですよね。ああ、スロート目には、その距離を考えますけど、距離よりもその気持ちの割合ですね。さあ肩越しにしっかりリーダーを見せる渡辺富雄。おっと出そうになった。つるつるつるっと今ちょっとフェイントをかけましたね、リーダーが。あれね、ピッチャーがね一塁ランナー見てるようなふりしてますよ。分かったら、ここで気がついてないのね。なるほど。ね、見えてないですよ。ちょっと一塁に蹴り上がった。さあ、伊達天の飯田は三塁に行く。ぐぐーんとチャンスが広がりました。さあ、野村監督の口から白い歯がこぼれました。
若松さん、聞きましょう。ここで香取義隆出てまいりました。ダブルストッパーの一人香取が早くも3回の表に登場です。2番手投手は第1戦3番手で登板しました香取、あの杉浦の満塁サヨナラ代打ホームラン、これを打たれましてガクッと来ておりました。うなだれてベンチに帰ったこの香取でありますが、今日は雪辱のマウンドとなります。チャンスにバッター